で、アリハンとは他人が書いた文章を筆写する際に花押の所在を示すもので、これはいいよね。何度も言ってるように、版、そこに版がありましたよっていうのがアリハンだから。だからご本人がアリハンって書くわけは絶対ないわけだ。ご本人だったらそこにご花押を書くわけですね。で、それを誰かが書写する。その時に、その人のサインを勝手に書けば偽造だから、ここに何々さんの版があったんですよっつって、アリハンって書くわけだ。これが古文書のその書写のあり方なんだね。それで、そうなのに、日光上人ご本人が、執筆日光、自分で執筆日光って書いといて、ご自分で執筆されながら、アリハンと書き、記すことは絶対にありえない。ご本人がね。で、もし本当に日光上人のご自筆ならば、そこにあるべきものはご花押のみである。まあ、百歩譲って言えば、執筆日光、ご花押があったものを、それをそっくりまとめて、執筆日光、アリハンっていう風に所作したっていうとも言えるけどね。そう考えれば、まあ、あり得る。可能性はあり得るけど、ただ、他のことで矛盾が起こしてるわけですよ。全部はやっぱり日光上人筆だって、お筆だって向こうは主張してるわけだから、そっからでも矛盾しちゃうし、二重三重に結局整合性が取れない。どこを立てても、どこを立てようとしてもその整合性が取れないんですよ、やっぱね。だから、まあ、向こうが日光上人お筆だって言ってんだから、それについてのこっちはまあ、的を絞って破釈するとすれば、こういう論調になるわけですよ。で、もし、で、ということは、この文章は日光上人以外の誰かが書いた文章であることは確定的であると。もしその、アリハンっていうことを、まともに考えればね。で、しかもこの文書は、アリハンの文字が削られており、かすかに判読できる程度であると。別の箇所に、日時、日露、日照が花押とともに連書されている中、同列に日光花押とある。これもまた変な話でさ。まあ、下にそれあるね。アリハンが作伯される前の状態通りにこの文書を解釈すると、ある人物が、日光上人がお書きになった文書を書写した書面にだよ。日光上人ご本人がこの文書に書かれている内容に納得し了承したという意味において他の五郎と共に連書されたっていうことだよね。だからもともと日光上人のお筆の書物が文書がありました。で、それを誰かが書写したと。で、その書写した文書に、わざわざ日光上人がまたそこへ、ご花押とともにお名前を書き入れてるという。あ、何の意味があってそんなことしてるんだっていう、全くわけのわかんない文書になっちゃうわけですよ。文書になっちゃう。という、誠に珍妙極まる文書ということになる。日光上人が、なぜそんな回りくどいことをする必要があるのか。この文書以外に、日光上人のご性質が存在しているのだから、宗祖五千家記録のように、そこへ五郎たちと連書すればいいことではないか。大矛盾である。こういうものをまさに怪文書というのであろうかと。こういう、もう怪文書しか言いようがないですよ。意味がわかんないもんね。で、まあ要するに偽書を作るからこういうことになっちゃうってことなんだよね。こういう矛盾に、この文書を作成した当の本人か、それとも後の門人が気づいたがゆえに、アリハンの文字をこっそり作白したのであろう。随分とみっともない集体を演じたものである。つまり、日蓮宗が古来から主張してきた、御遺物配分帳は日光上人ご性質という主張は全くの虚偽であったわけであるということだな。嘘をずっと言ってきたと。アリハンって別の人が書いてるの。辻褄が合わなくなる。